どうもゆうさです。はい、報告いきたいと思います。ドラクエウォークです。今週ですね、今週平日部分で私東京の方に、はい、出かけておりまして、で、まあまあ歩きましたよ。さあ、ドン。はい、見てください。11万4千歩まで行きました。結構、やっぱ都会は歩くね。田舎の方が歩くと思われている方多いかもわかんないですけど、都会の方。田舎の人はね、意外と近くのコンビニでも車で行きますから、都会の方の方が全然歩く。はい、ということで、10万超えたんで、ガチャ引こうと思います。レベルちなみに28まで行きました。多分ね、ストーリーとかあんまり進んでないんですけど、レベルだけが変に上がってるような状態です。はい、さあ、でガチャ引こうと思うんで、一応ジェムガチャ言ってた通り、前回言ってた通りジェムガチャを引こうと思うんですけど、チケットも一応マイレージでこの竜王装備のやつ、もともと50枚もらってたんですけど、あと50追加して100枚にしましたので、竜王行ってロト行きたいなと思います。ロトはジェムで引くって感じですかね。はい、じゃあまずはチケット、竜王チケットで行きます。なんか流れ星とかも1個とかでは全然ダメみたいですね。なんかオーロラみたいなのが出て、流れ星もなんか連打で出てみたいな、なんかもうそんなもう演出よくわからないみたいなことを聞いたので、まあまあどんなんが見れるか楽しみにしながら行こう。金1個。いや、なんも来ねー。なんも来ねー。あ、来た。でも2時1個ある。よし、レックスの斧、レックスの斧、まあ、武器欲しいんですよね。ホワイトバックラー、バンデッドドチェイン。ちょっと待って、2時は星5確定でいいんやんな。無法者のズボン、あ、ちょっとかっこいい、ちょっと好きな感じです私。うわー、かわいい。サタンホーク、うわ、かわいい。これ星5やったらよかったのにな。魔法使いの服、次です。次2時、スイッポイン、うわー、ピックアップ、竜王ローブした。わかるか、こんなもん。ただのスカートですけど、ちょっととんがり靴の、これはでも当たりでしょ。っていうか、また防具か。星5の武器がいまだに手に入らない。最後はなぜか貯めての玄武の兜、変わるかもみたいなことなのかな。竜王ローブした、とりあえずゲットしました。攻撃魔力が高い、いいね。魔法使いにつければいいんですね、多分ね。よし、ありがとうございます。まあ、ピックアップ1個出た、というかピックアップというか、もうそもそも星5が出た時点で嬉しい。さあ行こう。やっぱこれですよ、ロトの剣ですよ、欲しいのは。ただまあ一応条件としては10万歩で10連と決めてるので、とりあえず10連行きます。ジェムは結構溜まってますけど、1万5000個溜まってますけど、行きまーす。すん、そんな困ってはいないんですけどね。武器ないとか言ってますけど、めちゃめちゃ困ってるってことではないんですけど、金が1個、なんか出ろや、なんか、あ、流れ星1個はしょぼいーでー、しょぼかったんやで、前。だー、あかーん、忍者勝った。イーグルだが、いやー、マジで、あかんなー。うわ、なにこれ。モリンチュの前掛けですか、これ。なんて呼んだらいいの、鋼のブーメラン。4! おう、下か。黒金の鎧。下。マタドールバンド。銀の鉢金。次、金。魔法の鎧、上。いいやん。あー、かっこいいですね、これ。なぜか貯めてー。はい。演武のコン。はい、本当にありがとうございましたと。スタンプで一応1万ゴールドもらったのか。ありがとうございます。まあ、当たり、外れで言ったら外れなんでしょうけど、まあでも星4自体はあんま持ってないから、まあ僕的には全然、これでもいいです。はい。まあとりあえず、ちょっとずつこうやって装備を揃えていこうかな。はい。
まあ相変わらず攻略的なことは気にしてないんですけど、今のとここんな感じですね。はい。レベルは28で、なんか転職も一回も何にもしてないし、まあ、どうなんやろ。なんかね、とにかく目的地スルーしちゃうんで、もう歩いてるばっかりなんですよね。多分。こんな感じになってるんですけど、歩いてたり、あとなんかベッドの上でひたすらレベル上げしてたりとか、そういう時間が長いような気がしてます。はい。まあそれも一つこのゲームのやり方だとは思うんですけど。ということで武器は、変わらずこのまんまということになったかな。はい。一個、ちょっと待って、一個見てみようか。なんかあれが出ましたね。レックスの斧みたいなのが出たかな。これか。大木山魔人斬り。失敗しやすいが 30% の確率で回収の一撃か。なるほど。メタルの時はそれ持ってってもいいのかなって感じですかね。なるほどね。まあ、普段は結局、今のこの、戦士の剣使ってます。これでもいいんですけど、なんかこっちの方が弱そうなんですよね。こうもらえる方。どうなんやろね、ラダトームの剣。育てたら、限界突破いっぱいさせたらこっちの方が強くなるのかなっていう感じですかね。はい。ということで現状はこんな感じでございました。また次回のガチャでお会いする形なんですかね。多分、ガチャごとに動画撮ると思うので、はい。まあ、ゆるゆると私楽しんでおります。では見ていただいてありがとうございました。